はい、はい、こんにちは。今日天気悪いんだけど。いやいや、これ素晴らしい、沖縄らしい、うん、この天気が、うん、もう梅雨空のさ、もう最高な梅雨だね。でもほら、蕎麦食べたい。蕎麦、うん、梅雨やろ。蕎麦梅雨、麺梅雨ね。まあ、そういうこともあるかと、まあ、僕の隣にあのこれ軽トラなんですけど、ご覧の番組はリンケンバンドのライブハウスカラハライとテビチの唐揚げが美味しい沖縄料理店フエヌピンがお送りします。あのね、あれなんですよ。何ですか？このね、いつもうちの近くにね、この子の持ってるグループが、グループな、これな、なんかおるな、タムロしとるな。で、仲良くなったの。仲間になった、うん、得意ですからね、そういうのね。そしたら、すごく車についてね、みんなもう本当に車が大好きで熱く語る。なんかこの今日はね、これも乗ってみたいなと思って。あ、乗る。これ一回なんかさ、どっかから、うん、あのジャンプした時、ここへ降り立ったことがあって。あ、そうですね。お世話になったな、一回な。だから今日はだからそのね、そうだね、この人たちを、グループメンバーを、メンバーを呼びますか。呼ぼう、呼んでみよう、呼んでみようか、うん、何ですかグループの名前は。分からない。アリンクリンとかいうグループ名か。いや、アリンクリンはどうだったの。あれ、アリンクリン大丈夫。なんかさっきそこら辺あれどうだっけ、ビーチ掃除しとったって。オーディションどうする。後でやりましょうか。後で、まあちょっと時間があったらな。このグループの人たちにも見てもらって。そうそう、まずはやっぱりね、このグループの人から選抜しよう。そうそう、これ終わった後にアリンクリンはもう一回改めてあのオーディションするってことで、今日はオーディションどこでやる。どこでもいいよ。雨降ったら中止な。まずは、まずはチンさんから。チンさん、写真ちょっと、ほら、あ、いや、チンさん、本当に、うん、チンさん、ニハオシャウチマイタン、オマタウシャ、あ、じゃあ、ホエンテンチョンチョン。君よ、君誰か。これ適当に言えば当たるかな。いや、当たらないよ。本当中国。いや、甘いから、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。本当中国、中国の。トシックスですか。あと応援したもん。28。やっぱりシャンウテはもう本当にシャンウテ。あの鉄鋼関係。あのリンケンバンドはあのどういうふうに思ってますかって。リンケンバンド見たことないよね。わだ、こもシャバンド多分見てたんじゃない。キーボードの彼がいいんだって。あ、いいね。いいでしょ。アリンクリンより面白いじゃん。面白い。採用じゃないですかもう。アリンクリンも切りましょうか。切るってかわいそうじゃない。切ったら。え、チンさんはこれ、このオーナー。ヤブグコモアサブトニー。ああ、こっちの方ね。なんとなくわかったね。わかった。今日はみんな集まった。じゃあ、公務放送せよ。どうもランヤシャウトーイ。でも、あの、4人ぐらいまだ来てないって。ああ、そうなんだ。いや、もう、どれにしようか。やっぱりちょっとね、雨が降ってて、ぬかるんでるんで。渋滞してるんだね。渋滞とは言ってないですよ。渋滞、ああ、言うてない。まあ、ね、でも、じゃあ、みんな呼んでみる。グループの名前なんで、グループの名前。まあ、とってんじゃうでしょ。ああ。ないって。ちょっとハワイの人呼んでみようか。ハワイの人、うん。あの、ちょっと。ハワイ人。僕のハワイ人っぽい。いや、ぽいじゃん。本物なの。本物なの。アロハ、アロハ、アロハ。どうも。名前は上田圭です。あ、日本語喋れる。日本語喋れる。日系だから。日系ね。3世ぐらいですね。3世 ?4 世3世。3世。謎のハワイ人か聞きましたけど。謎じゃないよね。謎じゃない。仕事何してるの。まあ、建築やってます。建築業。一緒や。ハワイっぽいね。なんでよ。おめさん、ぽいぽいじゃダメでしょ。ハワイ。ハワイですよ。ハワイやん。3世か4世か分からんけど、ハワイ。ハワイ。で、沖縄で何年ぐらい住んでるの。ずっと住んでます。そう、やっぱりな。ハワイじゃないでしょ。ハワイ行ったことあるの。あるの。あ、一応あるんだね。でも、親戚はハワイですから、みんな。あ、親戚はハワイ。はい、今度何人呼びます。僕が気になるのはね、気になるのが読んでるんですね。ハリウッドスターみたいなのがいるじゃん、左側にある。ハリウッドスター。ベネズエラの人ですから、アメリカの人。南米から来たよ。名前を。名前は栗山です。栗山。栗山。え、日本人。日本人っす。うちなんちゅう。うちなんちゅう。純粋のアメリカ。アメリカ混じってる。でもすごい、すごい何かね、あのハリウッドの俳優っぽくない？じゃあちょっとワンシーンを。じゃあ3219。タララー。フ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 ー。
せやんだよ、うるさいお前。もう音振ったら、え、そうは聞いてない、助けに入れない。そうそうそう、助けに入るの。仲間はあれはよせよ。いや、彼をもっといじった方が楽しい。本当に楽しい。じゃあもう一回、じゃあ、あの一回さ、回まあ、ここでさ、まとめましょう、うん、まとめよう、はい、あとはお三方いるから。だいたい君らのメンバーは何人なの全部で。学校も医者だったら膨大よ。10名って10人もいる。まだ3名いるじゃない。じゃあ、みんな呼びましょうよ。呼ぼうか。あの、からどうぞ。まあ、この車の持ち主、あ、これ、呼ぼう。これね、チョロ Q の大型の。おいでおいで。あれ、なんか、いい男だ。いや、みんなね、開国しますね。うん、開国かい。これ何なの、これ、はい、これ、うん、これハワイ。これは自分もサモア人になりたいんで。サモア人、はい、サモア、サモアになりたい。ハワイからのプレゼント。そう、あの1000円で買ってきました。1000円今日のために。まあそうですね。だいたいこの車は何なの。フォードって書いてるけど、フォードの F350。 F350、 はい。おお、これ高いな。うーん、ちょっと高いかなぐらい。背が高いって意味、どういう意味。えこれさ、これ、ね、経済やから、すべてはすべてことは。これすべて世の中、これや。いや、で、今日さ、あ、またあと2人いるじゃん。今日ちょっとチャンさんイメージした。チャンさんイメージ、チャンさんイメージ、チャンさんイメージ。合わせてきたんだ。だけど、チャンさん今日長ズボンだった。そしたら長ズボンだった。名前は。名前です、東間拓也です。拓也、東間拓也、うちの中。うちの中です。で、どうね、今日は、調子が。拓也君、最近梅雨だからちょっと。梅雨だからね。梅雨やね。本職何なの。本職は。本職は運送。運送。運送。じゃあ茶野さんに行こう。茶野さんに行こう。名前は。上原亮です。亮君。亮君。緊張してんの。緊張してないです。そうだよね。緊張するだけないでしょ。ね。一番緊張してますね。一番緊張してるんですよ。まあ、彼が言ってる分には聞こえる。聞き取れます。分かる、ね、聞き取れます。で、あれでも本当にね、話せるってか少ないから厄介なんですよ。厄介なんですよ。ね、誰も日本語は聞き取れるわ。日本語は聞き取れる。聞き取れるよ。フランス語も面白いです。フランス語も行けるの。フランスも OK ですよね。そうだったよ、うちは。ああ、そうか。ダメってやっぱり。あの、話す相手がいればなんとか話せるって。ああ、いや、話してくれない。ボンジュール。足からジャポン。苦しくもくます。頭からドポン。キャモクスくまらせ。ちょっと中国語なまり。ちょっとなまり。というか、こんな話しに来たわけじゃないんでしょ。いやいや、そうそうそう、戻そう。いや、何を戻すの。本来は何だったんだ、今日。だから今日は僕は車を見せてもらいたいなと思ってます、みんなに。どうする。どうしましょう。まだこれ全員じゃないですよね。あと何名、あと5名ぐらい。あと5名ぐらい。5名いますね。5名ぐらい。すごいですね。何がすごいの。いいわけのわからんこと言わないでお前。あ、ちょ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 。あ、そうか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 。ルシをこう立ってもらいましょうよ。そうだよね。車の前に。まずは、そう。車の前に。みんなオーナーせっかくさ。意味は。はい、意味は。あ、ちょ、偏見、緊張。あ、そうか。分かった。じゃあ、立ってみんな。分かるんかい、それ。ちょっと、はい、立ってる。はい。あ。だ、あれは？あの車誰の？閉めて早いか。閉めて。君が言ったんだよ。キスキスカルカル、キスカルカル。ヤサワさん、はい、はい、ティンクティンクです、はい、こんばんは、はい、何やってたのこれ。キスキスカルカル踊り、うん、なんでこれから始めたのかはまあ、うん、置いといてね。そうだね。はい、ここフェイヌティンの前にいます。いいね、沖縄料理。私カリフォルニアロールが大好き。ロール、うん、手びちの唐揚げ、もずくそうですね。はい、あ、なんかもずくっぽい。ね、手びちえぇ、ー、あ、これね。じゃあ今日は、はい、あのフェヌティンからカラハイまで、はい、あちゃあちゃしましょうか。行きましょう。はい、ゴー。こうフェヌティンの前を通ると、うん、ほらカラハイの看板がね、看板が見えましたね。この通りに、うん、行きます。はい、行きます。あ、雨降ってたからね。さっきまでね、雨降ってたのに、うん、すごいよかった。晴れ女だね。
3人揃ったら結構晴れるよね。それ1人だったら雨。あったカラハライ。じゃあちょっと登ってみたいと思います。見てください。あ、登れた。登れた。はーい、いいね。本日の出演者、カラハライユニットとティンクティンク、はい、今日もやってますよ、毎日ね。はい、はい、じゃあちょっと中に、はい、広いでしょ。エントランス狭いわ。狭いわ。台本通り行けたら大丈夫。ちょっと私たちの CD がまだ一応制作中ですので、はい、お楽しみに。でもこのここに出されてる曲を、あのね、ライブで歌ってるんだよね。だから気に入った曲があったらいつもこうやって、はい、眺めて、そうそうそう、眺めて。まあよかったら買ってみてね。ね、はい、お願いします。Tシャツとかもあるね。これわかる？これ何ですか？習字。シュージピンポン。これはもうあれよ、 NHK ドラマ琉球の風。あ、本当だ、琉球の風って書いてある。本物ってよ。そうなんですか。すごくない？へえ、迫力あるよね。でもね、迫力入ってきたらなんかもうパンチされたような。退場ありがとうございました。パンチされた。パンチがあるような感じの字ってこと、うん、ね、素晴らしいですね。ということで、さ、中に行きます。これさ、燃費の悪そうなこの車。そう、燃費っていくらだったっけ。これ 6800cc ですよ。ということはだいたいリッター1キロ走ればいいか。1キロ走れます。いや、余裕で走れます。1キロぐらいは走るよね。何キロ。4キロぐらい伸びて7キロぐらい、うん、7キロも走るんだったらいい方ですね。 6800cc もいらんやろこれ。いやいや、いるでしょ。いるのこれ。何すんのただ通勤に使ってるの。いや、遊びで。これもしこれで通勤したら大変なことになるよ。大変ですよね。どこに止めるのみたいなね。これいろんな困ることはね、なんか駐車場とか困りますよね。立体駐車場なんて無理だよ。ダメです。どこに止めるの。こういう平駐車場っていうんですか。あの、あれ、あの、那覇で止めるところある。那覇、意外にどこでも大丈夫です。本当、狭い道も全然。本当、意外に。これ100っていうのはどういう意味。あの貨物登録で。あ、貨物登録なんだ。重たいとこついてきますね。ちょちょ、見たことないんで、100なんて。これだから、税金が安くなるから、うん、そうなんだ。あ、そうなんだ。これ僕の、ちなみに僕は300ついてるよ。そうそう、300高いよ。僕のも300高いんだ。高いんだ。そう、俺も100に変えてもらおう。それはいろいろ、貨物にせないかな。だいぶ貨物ですから、僕の。シャウチェのマークがついてるんですよ。これ、中国。この車なんて車。いや、ちょ、まあ、もうこの一緒。ああ、まあ、この一緒。ちょっと待ってな。え、どこで聞いてるの。ああ、そうなん。なんて車やったっけ、これ。こう見てよ、そう。なんて言ってんの。渋い。それで。え、今、もう一回中国。ちょっと文言しよう。もう、もう、なんで、なんで絞れ。あ、絞れ。絞れ。絞れ、出てはないよ。いや、言ってないよ。これ、絞れのね、ジミーって言ってたわ。ああ、そうなんだ。これでも左ハンドルじゃない。あ、左ハンドル。これ、うん、これ、アメリカ。これ、アメリカ。アメリカ製なんだ。あ、アメリカ、これ。あ、そういうコミュニケーションやな。ちょっと、これ、左ハンドル。左ハンドル。ちょっと見てみよう。これ何人乗れるの。ルーフォンスじゃん。あ、5人。何人乗れる。よくご存知で。ごわってしてくれた。あ、いいね、中もね。ちょっと雨も降りましたけど。いいね、いいね。沖縄らしい、素晴らしい天気になって。雨の雨じゃん。雨に濡れて、また美しくなる。もう本当に。でもね、これってさ、水銀灯の下で見たらすごい綺麗。うん、これ昨日撮ったんですかね。あ、見た。あ、見ました、見ました。ねえ、切り方ね。やっぱりその車って、僕は一番大事な要素って、はい、ボディのペインティングじゃないかなと思う。燃費とかじゃなくて、ペインティング。
何それ、いやらしいってて、フェンティングさ、これは特殊なあれだよ、オリジナル、あーどれです、この色、あオリジナル、なんでこれ紫にしたの、あ紫が好きなの、いない色がいいかなと思って、あーないや、もうね、あんまり少ないな、持ってないね、あんまり持ってないよね、うん、あのジョージ紫が好きだったから紫にしたの、あおこの色が好きだったから、あこの辺この金かかったでしょこれ。結構疲れましたね。ね。これ何かあの屈伸運動部って？屈伸運動。嘘。これするの？あのこの跳ねるやつ？これ抜いたんですよ。抜いた。抜いたけどそれやってた。あやってましたね。あれ不思議やなと前から思ってたんですけど。ね。なんでこんなことするの？楽しいじゃん。楽しいない。あの走る場所限られてない？こんな。あ車高が低いから。車高低すぎて。道を選んだりしますよ。道は。変だな。絶対ヤンバリ行けないよな。行けないね。ヤンバリ行ったことないですよ。はい。荷物詰めそうな癖してな。荷物詰めるでしょ、どっちにしろ。燃費いいの？燃費はよくはないですよ。何キロしか行った？4から5ぐらい。4から5。4から5。環境に厳しい車やな。サンルーフ。サンルーフ。サンルーフになってるの。雨の日なんか開けたらね、気持ちいいだろうね。シャワーシャンプー持って入るのこれ排水もできるんだ、ちゃんとね、ちょっと満足しない、開けれてるじゃないですか。この一番のお気に入りはどこなの？あやっぱり色を変えたこと、色ですね、色これは自分で塗装するの、スプレーから、いやいやいや、注意あり、こいつら万円ぐらいでこれ塗り替えられる、これ俺、ちょうど20ぐらいで嬉しい、10万もかかんねんで、何 cc？ 5.7 5.7cc、 ちっちゃいな、ちっちゃいって言っても大きいよ普通の車、5.5、さあ、まあ、次行きましょうか、次行きましょうか、はいどうぞ、あ親戚の車乗ってんの、ね、真ん中に乗るよ、傘がちっちゃく見えるね、あ傘ちっちゃいです、僕らの親戚の車屋さんに知らなかった、は親戚の林間ですか、そうそうそう、あそうなんですか、もともとキャリア林間って言ってたからね、林間です、なんで林間にしたの、はい、とりあえず車体が大きいところに折れてこれにしました、これも左ハンドルですよ、これ林間といえばアメリカの名車やん、この人ね、すごいオーディオ積んでるんですよ、あ、これオーディオ積んでるやん、はい、ウーバー、ウーバー、はい、それここにか、いやいやあんたでしょそれは、どのぐらいのオファーなのでは、2000ワット、2000ワット、はい、2000ワットってどれぐらい、キッカーのこれぐらいです、こ中国人がよく2000ワット、2000ワットってどれぐらい、中国人2000ワットってどれぐらい、ウーハーさん、これちょっと多いなあ、あのだいたいカラハイに入ってる5倍くらいってそんなでかいの、うちのライブハウスの5倍そんなふうに好きなのこれ、多分外人の地位が入ってるせいか、うん、やっぱりちょっと目立ちたいっていうのがあります、あ正直これ外人ないけど目立ちたいですよいつもなこいつも俺もね、黒毛でも俺もみんなそうだ、林間、林間も林間やから何を聞くため、当然林間まででしょ、あの林間バンド、そうです、林間バンドだもんね、バンド書きましょうか、そばに、そうじゃあ CD でカセットですどうだっけじゃあ昔からのファンやまあでもさ、あの一回今日は、はい、この車に乗って林間バンドの聞いてみよう、これでどの音がするか、これ黙んなかな、プリウスやん、はい、プリウスです、これ普通のプリウスではないですね、ではない、これアメリカですね、改造してんの？あ、これアメリカのパーツです。逆輸入プロデュースみたいなやつや。2にしてます。アメリカ仕様じゃない？はいはいはい、そうだ。あ、アメリカ仕様なんだ。全部アメリカ仕様。じゃあ中もと？中も軽くない。で、あのマットもこのマットも。あ、本当だ。見たことねえわ。あ、ナンバーもこれは。これはちょっとこれここに付いてへんかな、これ。はいはい。で、今からここにつけようかな。このタイヤ見てごらん。深いやん、いやそれじゃなくてこの深いですね、深い薄さが
あこれな、減ってるからこう薄い。いやいや、減るわけないでしょ。あのこれぐらいにして、今日は屋根の下に、軒下に行きましょう。よしよし、はい、じゃあ行きましょう。とこでじゃあそろそろアリンクリン、アリンクリンのオーディションをみんなでやります。今日はね、国際的審査委員長もね、はい、いただいてるからね。じゃあ始めましょうか。はい、どうぞ。イエイイエイ、皆さんこんばんは。はいさい。ちょっと沖縄の人に聞いてみよう。あ、沖縄完全にアメリカ人じゃねえかよ。あ、ちょっとわかるかな、言葉。ちょっとちょっとチャタンに行きたいんですけど、あの道の方あのカルテックス見えるかね。カルテックス、あのカルテックス右側に数字が上がるから。数字が、すいません、すいません、あのどうすぐまた数字が上がるかよ。わかるかよ。See you。 安心や。はい、どうも、安心や。いやー、受かったね。よっしゃー、そのアドバイスっていうか、2人にね、見てください。お願いします。どうも、もうチェストも出ちゃうんちゃう。どうも、サムトエア、コマネフコンチャエミア、ソンソンウゼス。コンチュ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 。あの臨検バンドを見に行くときはいつもここら辺に座る、上に、うん、はー、落ち着くんじゃない、ここの席なんか、ね、落ち着く、いいよね。1回はこのライブをわーって楽しむところで、なんか2回はもう落ち着いて、ちょっと大人な感じ、大人ね。いいね、かっこいいよね。なんで静かに降りないといけないの。はい、ついてきます。ついてきてる。アーユーがついてきてない。いるごめん、ちっちゃくて見えなかった。はい、さあステージの前に着きました。ここでね、はい、毎日ライブをしています。はい、赤と黒を基調にした店内、うん、じゃあヒールタイム、よーい、スタート。はい、チナです。あ、チナでは。このアピールじゃなかったんだけど。そっちよ。何のアピール。皆さん来てください。待ってます。はい。エビチの唐揚げが美味しい沖縄料理店、フエヌピンがお送りしました。